はい、チーズチューバーマシャペイです。今回は横浜家系ラーメン玉屋さんです。多摩市に美味しい家系があるそうですよ。小田急線多摩センター駅徒歩12分のところにあります。本木屋の姉妹店とのことです。何気に人気の繁盛店だそうで、地元の方がよく通っているそうです。ランチセットやランチラーメンは非常にお得感がありますね。駐車場は店舗の裏と並びにあります。ランチはたくさん食べる人がお得ですね。しかし朝ラーの方がさらにお得みたいです。なんと無限ライスというサービスもありました。ではいただきます。ネギの下にいろいろ隠れていましたね。トッピングを掘り起こして食べました。柔らかいチャーシューでした。塩気がいい塩梅に美味しかったです。製麺の中太麺は間違いなく家系との相性がバッチリでうまかったです。なぜ家系に生姜が合うんでしょう。めっちゃ好きなんですよね。あと辛味系も合いますよね。生姜や辛味入れるの大好きなんです。スープは茶褐色の家系、豚だし感がしっかりしていて、チー油は普通でも結構多めでした。少なめでもいいかもありません。チー油の香りが強めに感じて、これがいい具合に家系らしさを醸し出しています。返しもきっちりと効いていて、ケホの臭さもなくて、非常にバランスのいい味わいでした。この出汁の感じ、とっても美味しかった。味わいでしたね。レベルの高い位置にある家系かもしれません。うまい。最後まで美味しい味わいですね。スープを結構飲んでしまいましたよ。最後の方のスープも美味しかった。海苔まかないんかい。やっぱり豚は最後に食べましたね。ラーメンパワーで明日も元気。美味しかったです。ごちそうさまでした。横浜家系ラーメン玉屋さん、久しぶりの家系、美味しいとの噂は本当でした。近いのでリピ確定ですね。次の動画は間を空けずに投稿できたらいいな。孫に誓って。